こんにちは、出サポータータ堀秀夫ですテレビでおなじみの格付け式のワイン会に参加しました楽 a c が当ててね他の出品者が外しまくるあの番組を真似たワイン会です、まあ、単にね行って楽しかったんでちょっとシェアしたいっていうのもあるんですけど、まあ、正解したものやね外したものの傾向が、まあ、輸出して儲ける消費選びにも共通する事項があるのでそれもあってシェアします まあおなじみ、ドンペリとね、安いシャンパン。シャンパンってこれ、オーストラリアのスパークリングワインですけど、違いわかんないやつい、いねえだろうと思ったんですけどね。さすがにこれは皆さんわかりました。こんな風に目隠しつけて、8人参加者。で、お題がこういう風にあってね、要は高級食材とまあ安い食材、高級ワインと安いワイン。 まあ安いったってそこそこいいのも出ましたけどね。それと、えー、高級、ちゃんと作った美味しい日本酒と、コンビニで売ってる安いけど、ねいし、飲みやすく作った日本酒というような問題でした。でワインと日本酒は全問正解しました。まあ、実は私、30歳の時に、まあ、酒を飲みまくってね、肝臓を壊したことがあります。 普通の人はね、えー、酒飲みまくって肝臓を壊したら、まあ、酒を控えるとかね、やめるとかするんでしょうけど、まあ、私の場合ね、えー、ちょっとわけのわからない解決法を取りまして、飲む量を減らすために、えー、できるだけ高いワイン、ね、当時はボトル1本1万以下のワインは飲まないというふうに決めてね、えー、量を減らしました。まあ、何しろ、1万以下のワイン、 しか飲まないんだったらね、飲むときには確実に1万円、場合によっちゃ3万円、もしかすると10万円とかかかるわけなんで、まあ、これね、そうおいそれとね、毎週とか飲まなくなって、おかげで量を減らせて、肝臓も肝機能、ね、復活したという感じです。まあ、そんなわけで、ね、あの高いワインしか飲まないって言っちゃなんかいやらしいんですけどね、まあ、ほぼほぼ高いワインが好きで飲んでるんで、 まあ高いワインの代替傾向を作り方はほぼ分かりますで。このワインと販売する商品、一見全く関係ないようですが、実は共通点があります。これね、販売してクレームが少ない商品ばかりを選ぶようにしてますんで、サポートでも自分が買うときもね、だからトラブルが起こる商品、儲からない商品は感覚で分かります。 これワインと同じでね、えー、ソムリエみたいくね、これがこういう香りがするのがね、えー、高いワインの、このワインの作りの特徴ですとか言ってもね、まあ、その香りがよくわかんない人に対しての説明にはなんないんで、ほんと説明は難しいんですけど、それがすごくいい、やってみましょうっていうのかね、まあ、トラブル起こりそうなんで見送りましょうとか、まあ、ちょっとあの少なめでこれは10種類じゃなくて3種類までで収めましょうとかいうアドバイスをしてるのは、 もうかれこれね、転売そのものは教える前からもやってるんで、もうかれこれ20年やってますんでね、えー、まあ、ほぼ儲かる商品、いい匂いのする商品はわかるというのがあるんでね、まあ、迷ったらというか、念のためね、仕入れが高い商品とか、これはあんまり出品者いないけど大丈夫なのかなというような商品はね、もう本当お気軽に相談してください。あの、個別サポートは個別の商品選びのコメントや、 販売価格のアドバイスもしてますんでね、で、たくさん相談してもらっても全く問題ないというか、まあ、歓迎なんでね、えー、気楽に相談してください。で、ワインを当てたんですけど、まあね、えー、残念ながら全問正解はできなかった。食材でこけました。まあ、食材でね、えー、そこそこ、えー、大丈夫だったなこのナマズとうなぎとかね、えー、あと、えと、ー、 鰹だし昆布と鰹だしできちっと取った一番だしと粉末の本出しの違いと。これは、まあ、粉末の本出しは嫌い,ない嫌いなんでね、飲まないんで分かりました。なんかちょっとね、えーまあ、飲んだ時の感覚が嫌だなという感じなんで分かりました。だからね、えー、まあそんなもんにこだわっていっぱい食うまくったり飲みまくったりしてるんでね、まあ、分かるもんは分かる。でね。 えー、分かる商品についても分かるものいっぱいありますんでね、あのー、もうほんと仕入れの商品相談はま気軽に使ってください、まあ、天然ウニと輸入物のウニ、えー、ウニって輸入物だとミョ使わないともたないんでミョの匂いがするんですけど大体ウニ嫌いって言ってる人がね、えー、北海道とかね、えー、ウニ取れたてのウニ食べると美味しいって言って好きになること多いんですけどこれ 取り立てはみょうば使ってないんでね、まあ、すごいウニのいい香りがする。み、ね、ょ使うとね、まあ、ちょっと嫌な、多分あんまりウニ好きじゃないって言ってる人は感じるそのウニウニ臭さの嫌な匂いってのはみょうばの匂いなんで、まあそういう違いで分かったという感じです。で、このね、赤坂でやって全問正解したら高級シャンパンも,もらえたはずなのに、まあ残念ながら不正解の問題が2つあったと。ね、間違えたのは、 高級和牛とオーストラリア産成形肉、ねまあ。成形肉を <laughs> 間違えたっていうのはショックだったんですけど、まあオーストラリアの肉をよく食べるんでね、違和感なく、まあ好きな肉だとあ、この肉いいなと、好きだなっていうので、えー、正解にしてしまった。一方和牛はね、えー、脂身あんま得意じゃないんで、あの、あんまり食べない。ね、だからねあ、こっちが嫌だから、えー、安い方だろうと。 思っっってしまったらまんまたたらん反対だったこれも普段商品選びにね、えー、つなげて言うと、まあ、普段、えー、接している商,商品は、まあえー、売れない商品儲からない商品なんかを仕入れてるとそのまま引きずって売れない商品儲からない商品仕入れてしまうことがありますだからできるだけ早い段階で儲かる商品を見つけて売り続けることが重要なことを再認識しました、ね、もう本当にね ジ自力であんま初めから相談するのもなんだななんて思って自力で調べてなかなか儲かる商品にたどり着けないともうなんかね儲かる商品見つかんないんじゃないかあるいはいつも買ってるねえ売れない商品トラブルがある商品なんかを買い続けちゃうと、まあ、どう考えたって儲かる商品買わなきゃいけないんですけどまあやったことをねえ続けてるとそれを続けちゃうって傾向があるんでまあ何しろ商品選び ね、まめに相談してもらって、私も相談のあった中から、あるいはそこから関連広げて、またはね、相談されているものがちょっとまずいなと思えば、まあ、別な商品に誘導するようにして、売れて儲かる商品を、えー、できるだけ早い段階で、えー、扱ってもらうというふうにサポートしてますんでね。まあ、何しろ、ワインの格付け、ワイン会行ってきて、まあまあ面白かった。 ただ、もう、まあ、まあ面白かったって、そんなの興味ない会員さんにはね、全く関係ない話なんで、まあそうじゃなくてね、商品選びまめにやってもらって、商品の相談をまめにやってもらって、できるだけ早い段階で、儲かる商品を見つける、売れる商品を見つけるというのが重要だなというのを再認識したんでね、シェアさせていただきます。まあ、あと一問はね、天然体と養殖体を間違えたんですけど、まあちょっと論外ですね。 えー、何やってんだという感じでした、まあ、そんな形で、まあねえー、10連休皆さんいかがお過ごしでしょうかちょっと相談も、ねえー、少ないんでその相談に応じた、えー 解決動画みたいのをね、作るのも、なかなか今回はテーマがなかったのと、あと、このね、格付け式のワイン会に参加して、まあ、反省した時にね、あこれはもう商品選びにね、通じる話だなと思ったんでね、シェアさせていただきました。商品のご相談お待ちしてます。以上、a m a z o n ストサポーター、堀秀夫でした。